ジョニー・ムルタはアイルランドの元騎手で現在は調教師。父のジョン・ムルタも元騎手。発音の関係でジョン・ムルタと呼ばれることも多い。香港における名前の中文表記はテキ。エイダン・オブライエン旧社のスーパーサブとしての代打騎乗も多く、その期待に応えることも多い。2008年からはキーレン・ファロンが18ヶ月の騎乗停止になったこともあり。 オブライエン級者の主戦騎手となる。キルダーレの騎手養成学校に入学し、その後騎手となる。1989年、ジョン・オックス級者の見習い騎手となり、同年のアイルランドの最優秀見習い騎手となる。1992年に、第1回ヤングジョッキーズワールドチャンピオンシップで来日し、初戦のオープニングカップには、重量オーバーで騎乗できなかったものの、 第3戦のセレブレーションカップに優勝し、総合では3位に入る。1995年と翌1996年には、アイルランドのリーディングジョッキーに輝く。1999年、JRA の短期免許を取得する。95戦4勝の成績であった。2000年には、シンダーで、ダービーステークス、外戦門賞に勝利した。2011年、 第25回ワールドスーパージョッキーズシリーズにおいて48ポイントを獲得し優勝。2013年、調教師免許を取得し、騎手と兼任する。2014年、騎手を引退し、調教師に専念する。ありがとうございます。